山田勝彦君。はい、立憲民主党の山田勝彦です。どうぞよろしくお願いいたします。 ADR 法の改正について議論する前に、法務省所管の訴訟事件、重大な事件について伺わせていただきたいと思っております。同性愛者であることを理由に、ウガンダで迫害を受けた女性が2020年に来日し難民申請をしたが、入管庁はそれを認めず強制送還の対象にしました。女性は処分が不当であるとし、国に難民認定を求め訴訟を行い、大阪地裁は女性を難民と認めました。3月30日国が控訴を断念したため、女性の難民認定が確定しました。時を同じくして3月24日入管庁は難民認定のポイントを整理したガイドラインを初めて策定し、 LGBT など性的マイノリティやジェンダーに関連した迫害も難民に該当しうるとしました。控訴を断念されたご判断、そして私たちが不透明であった認定基準、新たに認定基準をずっと求めてきたんですが、こういうガイドラインが作成されたこと、どちらも私たち求めていたことですし、歓迎すべき内容でございます。しかし、この事件は当然これで済まされません。日本の難民認定の奥深い闇が明らかになりました。本来、難民認定されるべき外国人を強制送還しようとした事実について、徹底した検証がこれから求められます。海外ではありえない事件が起きたと思っております。この女性は入管庁から強制送還を命じられ、この3年間、大変な恐怖と不安の中、本当に苦痛な日々を過ごされていたことだと推察されます。法務行政の責任者、最高責任者である斉藤大臣にお伺いします。この事件について、私は重く受け止めるべきだと思っておりますが、大臣の受け止めについて、特にこの3年間、なぜ3年もの時間を要したのか、お伺いいたします。斉藤法務大臣。まず本件、個別案件でありまして、その詳細をですね、大臣の立場で、コメントするのはいかがなものかなと思うところが正直あります。で、ただ訴訟の段階で、今回の経緯を振り返ってみますと、原告から新たに提出された証拠について、原告の供述の信用性を裏付けるものとして、今般の、判決がなされたということで、あります。そのことは十分承知しておりますが、これ以上ちょっとコメントは差し控えたいと思います。山田勝彦君。はい、大臣のお立場もあられるとは思います。今言われたように、この女性はたまたま運よく、優秀な、本当にこう一生懸命その証拠を集めようとしてくれる弁護士に出会われたから救われた。で、難民申請者に証拠の提出を求めるだけで、入管庁はこの事件、女性がウガンダで同性愛者ということで迫害されていたという訴えに対して、それが事実かどうか確認もしていないという説明でした。そして強制送還を命じていた。このような運用がいかに恐ろしいことなのか、これは現実に起こったこととして、日本に来日したクルド人の難民申請が認められずに、入管庁によってトルコに強制送還されてしまって、その帰国後に当局に逮捕され、尋問を受け、その後、何かしらの事情によって殺害されてしまっていると、そういう痛ましい事件も事実としてあります。こういうことは絶対にあってはならない。だからこそ、難民認定のあり方というのが、大変その外国人の人の命に関わる、人権に関わる問題であるということでございます。今回難民認定を求める訴訟で、国は敗訴しました。さらに
運用を改める新ガイドラインを入管庁は公表しました。今後はこれからはこのように母国の事情によって明らかに迫害など命の危険が及ぶようなそういう外国人ウガンダ出身の例えば同性愛者が日本政府に助けを求めてきた場合速やかに難民認定されるのでしょうか。大臣教えてください。斉藤法務大臣。今回特にですね、このガイドラインを手引きですねを策定したということにつきましては、例えば今ご指摘がありましたように、性的マイノリティであることに関連してですね、迫害を受ける恐れを有する方について、外国政府機関や UNHCR 等から収集した当該申請者の出身国情報等を適切に参照しつつ、当該申請者の個別の事情も検討の上、難民条約上の難民に該当する場合には難民として適切に認定、してきたところでもありますが、それがより明確に、なるということであります。これによりまして、入管庁の、難民審査に携わる職員がですね、手引きを参照することでより適切で効率的な審査につながっていくだろうということですとか、あるいは申請者の方で難民該当性を判断する際に考慮すべきポイントを踏まえつつですね、申請を行うことができるようになるとか、迅速な難民認定につながっていくということを私どもは大いに期待しているところでございます。山田勝彦君。はい、ありがとうございます。本当に迅速な難民認定課題だと思っております。海外では迅速に難民認定されるようなあらゆるそういった、出身国情報というのをしっかり調査して、でリスト化してそのリストに該当すれば認定すると、そういう仕組みになっています。日本も、ぜひですね、難民認定のあり方、特に私たち立憲民主党は提案 し続けております。入管庁から独立した第三者機関による難民認定の仕組み、こういったことも来週から始まる入管法の改正で徹底的に議論させていただきたいと思っております。それでは本日のテーマである裁判外紛争解決手続き、いわゆる ADR 法の改正について、質問をさせていただきます。そもそも現行の ADR 法で執行力がないことにより、どのような不具合があっているのでしょうか。教えてください。金子民事局長。お答えいたします。現行法の下では認証紛争解決手続きにおいて成立した和解に基づいて強制執行することが強要されていない、執行力がないということでございます。そのため認証紛争解決手続きにおいて当事者間で和解が成立したとしましても、当事者がその任意にその和解に関する債務を履行しない場合には、その合意に基づいて強制執行ができないものですから、その強制執行を行うことができるようにするため、他方の当事者が改めて裁判所に訴えを提起するなどの措置を講ずる必要があるということになります。このように現行法の下では強制執行により権利の実現を図るためには、今申し上げたようないわば二重手間の手続きが必要になるということになっているため、認証紛争解決手続きの実効性が乏しいのではないか、ここで和解をしても任意に履行しなければ改めて裁判所に行かなければいけないといったことがあるんであれば、翻ってここでの認証紛争解決手続きの和解をするということの実効性に疑問が符がつくと、こういうことでございます。そこで今般の改正により認証紛争解決手続きにおいて成立した和解に基づく強制執行を可能とする制度を創設し、もって認証紛争解決手続きの実効性を高めようとするものでございます。山田勝彦君。はい、ありがとうございます。確かに ADR、 現行の ADR を活用して話し合い協議の場に臨んで一定成立しかけても、それが合意に至らない、
そしてもう一度本来の裁判をやり直さないといけない、こういったことが常態化していた、いわゆる二度手間であれば改善しないといけないということをしっかり理解できました。今回の改正のポイントとして、認証紛争解決手続きにおいて成立した和解合意、裁判所が審査をし、執行力を付与する制度ができるということ、執行力の付与により強制執行ができるようになる、つまり従来の和解合意よりも強力な法的効果が生じることになります。そのため和解合意をすることの重みが増し、和解にあたりご本人がきちんとその和解の内容を理解したり、これまで以上に公正な手続きで和解をすることが求められるようになります。よって現行 ADR 法第6条第5号の弁護士の助言制度がより強化され実質化される必要があると考えます。この点についてガイドライン等において運用上の改善が図られるべきではないでしょうか。竹内司法法制部長。お答えいたします。強制執行を可能とする特定和解の制度の創設によりまして、認証 ADR の利用がより一層促進されるためには、利用者がこれによって不測の損害を被ることがないように適切に運用されることが重要であると考えております。 ADR 法上、弁護士でない手続き実施者は手続き実施にあたり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とする場合には弁護士の助言を受ける必要があることとされております。例えば和解条項の内容等によりましては、債務名義とするのに適しているかといった観点から正確な用語を選択するための専門的知識が必要になることがあると考えられます。こうしたことも踏まえまして、新しい制度の導入後も認証 ADR が適切に実施されるよう、委員ご指摘のようなガイドラインの見直しを含めた運用面の検討を図ってまいりたいと考えております。山田勝彦君。はい、ありがとうございます。ぜひとも強制力が伴うからこそ調停人に対しより専門性が求められ、ガイドライン上でより明確に示していただく必要があると思っておりますので、ご検討よろしくお願い申し上げます。次に、執行力を付与できる和解合意の紛争解決事業者、この認証についてお伺いします。現行法では弁護士会であれば民間 ADR の紛争解決事業者に慣れていました。しかし改正案では特定和解の紛争解決事業者になるためには弁護士会であっても法務大臣からの認証が必要となります。現状の、年間民間 ADR の申し立て件数、2020年度の統計では約1600件のうち弁護士会が約1000件、そして弁護士以外の認証事業者は600件。事実上、現状、ADR の主な担い手は弁護士会です。なぜ、これまで通りの運用でなく、新たに弁護士会に対しても、この認証を求めるような、そういう制度になっているんでしょうか。金子民事局長。ADR 法の一部改正法案では弁護士会 ADR の手続きにおいて成立した和解合意であっても、その弁護士会 ADR が法務大臣の認証を受けたものでない限り、調停において成立した和解合意に基づく強制執行を認めないということとしております。でその理由ですが、和解合意に基づく強制執行を認めるためには、その前提としてその調停手続きの公正かつ適正な実施が一律に制度上担保され、かつそれが広く国民に周知されている必要があります。弁護士会 ADR であってにも認証を受けているところと受けてないところが現状ございますが、このような現状において、弁護士会はその法律の解釈適用における専門的知識は有するものの、
すべての弁護士会 ADR の手続きで、先ほど述べたような制度的担保がされているというわけではなく、改正法実施の施行までの間にこれを満たす共通の迅速を求めることが容易でないなどの指摘もあったところでございます。そこで今般の ADR 法の一部改正法案におきましては、弁護士会 ADR であれば一律に対応するというような姿勢は取らなかったというものでございます。山田勝彦君。はい、ありがとうございます。完全認証制度にすることで、事業者による独自性や自主性でなく、全国一律の統一的な制度運用を図っていきたいという趣旨、制度的な担保をしっかりと取っていきたいという趣旨であったと思います。しかし、事実上の主な担い手は現状やはり弁護士会であって、現状36の弁護士会に39のADR センターがあり、このうち認証しているのは7弁護士会にとどまります。で、今回の改正、私も含めて大変前向きな改正だと理解していますし、大いに活用してもらいたいと思っているからこそ、弁護士会の認証が進んでいかなければ、せっかくの法改正も ADR の利用が進まないことに至ってしまう、そういう懸念があると思いますので、しっかりそのあたりはぜひとも弁護士会に協力してもらうよう、法務省からも働きかけが必要ではないかなというふうに感じております。で、弁護士以外も今回紛争解決事業者として認証を受ける、そして法的執行が可能になる、そうであれば当然その事業者の質というのが問われてきます。この場合の人材の質、どのように確保されるのでしょうか。教えてください。竹内司法法制部長。お答えいたします。ADR 法におきましては、委員ご指摘のとおり、手続き実施者が弁護士以外のものであることもあるわけでございますが、ADR 法におきましては、取り扱う紛争の範囲に応じまして、和解の仲介を行うのにふさわしいものを手続き実施者として選任できることや、その選任方法を定めていることなどが認証基準とされております。この認証基準に適合しているかどうかの審査は、申請者の取り扱う紛争の範囲を踏まえた上で、個々の紛争ごとにその分野、種類、規模に鑑みまして、その解決を図るために必要な能力ですとか、経験を有するものを手続き実施者として選任する仕組みが備わっているかなどを判断することで、適切に行われているものと承知をしております。こうした審査や監督を適切に行うことによりまして、認証 ADR の手続き実施者の能力は確保されているものと考えております。山田勝彦君。はい、ありがとうございます。法律にも確かにこの認証の基準っていうのが明記されています。しかし、例えばその中でも、和解の仲介を行うのにふさわしいものを手続き実施者として選任することができると。こういうですね、曖昧で抽象的な表現にとどまっています。弁護士以外の適格者として、先ほどご答弁にもあったんですけれども、どのような資格やキャリア、具体的にどういった方々を想定しているのか教えてください。竹内司法法制部長。お答えいたします。手続き実施者に必要とされる能力は、取り扱う紛争分野によって異なりうるところであると考えられますけれども、一般論といたしましては、法律に関する専門的能力だけではなくて、和解の仲介を行う紛争分野や、紛争解決の技術に関する専門的能力も含まれるものと考えられます。認証基準に適合するためには、こうした能力や経験を有するものを手続き実施者として選任する仕組みが備わっていることが必要となってまいります。で、このような観点から、各認証 ADR 事業者は、手続き規定等におきまして、手続き実施者の資格要件を定めておりまして、弁護士や司法書士などのいわゆる事業者であることを資格要件としている例もあれば、
家庭裁判所調査官や裁判所の調停委員として一定年数以上の勤務経験を有していたものを資格要件としている例もあるものと承知をしております。山田勝彦君。はい、ありがとうございます。より強い権限が与えられるようになるため、特に紛争解決事業者の質の確保、今回のポイントの一つだと思います。紛争当事者が安心してこの ADR、 改正される ADR をより活用していただくために、人材の質の向上、これを努めていただきたいと思っております。次に、養育費などの和解合意に対する執行力付与に関してお聞きします。日本はいわゆる先進諸国の中で唯一、裁判所、行政機関などの公的機関が関与しない協議離婚制度を設けており、離婚全体の中で協議離婚は 88% を占めています。そして協議離婚では養育費の取り決めがないケース、取り決めても支払われないケースが相当割合発生しています。その点で今回の法改正で、民間 ADR での養育費等の和解合意に対して執行力付与が可能となったことは、ひとり親支援の観点からも大変良いことではないかと私自身考えております。しかし、養育費でトラブルが起こるようなケース、ひとり親世帯やそのお相手の方はいずれも経済的に余裕がないことが想像されます。民間 ADR を利用したくても、その利用手数料の負担が重荷となってしまいます。民間 ADR の当事者手数料について、特にこのような一人親支援など、政府の方から何か支援があれば教えてください。野村子ども家庭庁長官官房審議官。お答え申し上げます。一人親家庭の支援ということを考えます際に、この養育費の利口確保、これは非常に重要な課題であるというところで考えております。この養育費の利口確保につきまして、政府としてもこの取り組むべき課題の中で一つ大きなものであると認識に立ちまして、今、法制審の家族法制部会におきましても、議論が進められているところでもございますが、この子ども家庭庁におきましても、そういった議論が進んでいる中ではありますけれども、現状でもできるものから取り組んでいくということは重要であると考えておりまして、今、この養育の関係では、この離婚前後親支援モデル事業というのを取り組んでおります。その中で養育の利口確保に資する支援、取り組みを行う自治体への財政的支援を行っております。そうした中で一部の自治体においては、この民間 ADR を活用した取り組みも実施をしていただいているものと承知をしております。こうしたモデル事業の実施、さらにはそのモデル事業を使ってどのような取り組みを現に自治体で行われているのか、こういったことを横展開することを通じまして、この養育費の確保といったものを広げてまいりたいと考えております。山田勝彦君。はい、大変素晴らしい取り組みだと思います。国が自治体と連携してこういった一人親家庭の支援、より民間 ADR が活用されて、養育費が適正にこう払われるようになっていく、そのために必要な支援だと思います。で、現状、この制度、大変いい制度だと思うんですけれども、どれくらいの活用が対象の自治体に対して今、進んでいるんでしょうか、教えてください。お願いします。子ども家庭庁野村長官官房審議官。事業実施の報告とかが出ております。確定ベースは令和3年度でございますけど、91でございます。で、終わったばかりの年度でございますけど、で令和4年度で補助協議などありまして、補助金の採択をした自治体数は、ちょっとすみません、正確な端数まで記憶ありますが、170前後であったかと承知をしております。山田勝彦君。はい、ありがとうございます。社会福祉事務を取り扱う対象の自治体が900ぐらいで、今現状2割程度まで来ているということなんですけれども、まだまだ本来こういったこと、そういった情報が届けば多くの人が活用進むと思いますし、ぜひとも、この制度をですね、周知していただきたいというふうに思います。
実行力が課題としてあった、そして現状話し合い、これまでの ADR では話し合いのテーブルについても 50% 程度までしか合意に至らなかったというようなことも担当者の方からご説明いただきました。今改正によって特定和解、こういった定義が新たにできました。特定和解が成立したとしてもそれに従わない場合、どのような措置が今改正案によって取ることが可能になるのでしょうか、教えてください。金子民事局長。お答えいたします。 ADR 法の一部改正法案におきましては、当事者は特定和解について裁判所の審査を経て民事執行を許す旨の決定、これ執行決定といいます。これを得ることによりまして強制執行の申し立てをすることができることとしております。で、強制執行にはさまざまな種類が存在しますが、例えば特定には和解に基づく債務としての金銭の支払いが履行されない場合には債務者の給与債権の差し押さえ、あるいは預貯金債権の差し押さえなどを行うことが可能となります。山田勝彦君。はい、ありがとうございます。まあ、こういった形で実効性も出ていくということで、まあ、ぜひともこの民間 ADR の活用というのを推進していきたいと私自身も思っているところです。法務省自ら公表しているデータによるとですね、しかし現状は ADR 相当な知名度不足という状況で、 ADR の名称も裁判外で第三者の関与の下で合意による解決を図る手続きがあることも両方聞いたことがないという方が約7割に達しているという現状です。こういった ADR ということについて国民的な周知広報、こういったものが今改正によってより積極的に行っていく必要があるのではないかと考えております。斉藤大臣、これはまあ予算も含めてのことになろうかと思います。そういった国民の皆さんに ADR をどんどん積極的に活用いただくための戦略やそのためのまあ予算などについてお考えがあればお願いいたします。斉藤法務大臣。ご指摘のとおり、広く国民に ADR を利用していただくためには、まあ、認証 ADR の存在やそのメリット、こういったものを知っていただくことが重要だと認識しています。まあ、法務省では、法務省ホームページへの掲載や、相談機関等へのパンフレットの配布を通じまして、認証 ADR に関する情報発信を行っているほか、まあ、昨年度からは、ADR 週間、こういったものを設定した上で、まあ、関係団体等と連携した一体的かつ集中的な広報の実施等の取り組みを始めているところであります。で、また法務省に設置をいたしました有識者から構成される会議におきまして、まあ、効果的な周知広報の在り方について検討し、これを踏まえて具体的な施策に反映をしているところで、ございます。繰り返しになりますが、ADR が国民にとって紛争解決の選択肢として広く利用していただけるよう、引き続き必要な取り組みを積極的に進めてまいりたいと考えています。山田勝彦君。はい、ぜひともお願いいたします。私も初めて法務省の方からレコを受けて知ったんですが、ADR の日というのも存在しているということで、多くの皆さんにですね、ADR という言葉がこう身近に馴染んでいくといいなというふうにも思います。で、続いては国際調停についてお伺いします。シンガポール条約は国際商取引紛争の解決手段として国際調停が国際仲裁と並んで各国で活用される中、その紛争解決の実効性を高めるため国際商取引に関する和解合意に加盟国間で互いに執行力を認め合うという国際条約です。もともと対象を国際商取引とすることを前提として交渉されてきたため、家事事件については養育費に関する紛争を含めて全般的に適用除外とされ、執行力はないものと考えております。一方、
ADR、今回の改正法では、養育費に関する一定の和解合意には執行力があるとされています。本改正案では、国際的な家事事件であっても、我が国における執行力が認められるということになりますが、シンガポール条約のないような海外、外国で日本の ADR 法が適用されずに執行力が認められない。一見すると、まあ、矛盾しているような話なんですが、こういった問題、どのように考えているのか、ご所見を伺います。金子民事局長。お答えいたします。ご指摘のとおり、調停に関するシンガポール条約は、人事に関する紛争、その他家庭に関する紛争に係る国際和解合意については適用されないので、養育費に関する合意については強制執行できないということになります。他方、ADR 法の一部改正法案においては、原則として人事、家事に関する紛争について強制執行を可能とする対象から除外しつつも、それらの紛争のうち、養育費等に係る金銭差異権に関する特定和解については、今般創設される執行決定の手続きを利用し、強制執行を可能としております。また、この新しい強制執行の制度につきましては、我が国に住所を有する日本人同士の紛争に限られず、当事者の一方が外国に住所を有する場合や、当事者の一方が外国人である場合など、国際的な事件であっても、我が国の認証紛争解決手続きにおいて成立した特定和解に該当しうる限り適用されうるということになります。でこうした対応をしたのは、養育費等にかかる金銭債権については、この福祉等の観点等から、その支払いの履行の確保が喫緊の課題となっていること、強制執行を容認する観点から、これまでもさまざまな民事執行の特例が設けられていること等を踏まえまして、調停に関するシンガポール条約における考え方とは別に、我が国の国内法における対応として、特定和解に基づく解決の実効性を高める方策が必要であるとの考えに基づくものでございます。で一方、外国において、我が国の認証紛争解決手続きにおいて成立した特定和解に基づく強制執行を許容するかどうかということにつきましては、当該外国における国内法等におけるその対応に委ねられているということになるので、一概にお答えすることが困難ということでございます。山田勝彦君。はい、ありがとうございます。で今のご答弁で確認をさせていただきたいんですが、例えば、まあ、A さんと B さんがいて、 A さんが、まあ、海外から B さんに養育費を払ってもらう、まあ、そういう合意ができていた場合、国内に日本にいる B さんに対してそういった合意ができているにもかかわらず、海外にいる A さんに対し B さんから養育費が払われないと、約束が履行されていないという場合に、 A さんは強制執行の申し立てが日本の裁判所にできるのでしょうか。金子民事局長。ちょっと私、質問全部理解できているかどうかわからないんですが、A さんと B さんの間で、外国においてされた、日本の国内においてされたですね、日本の国内でのその認証 ADR 権を使ってされた合意であれば、強制執行することが可能になります。山田勝彦君。はい、ありがとうございます。まあ、このように養育費の問題が今回の改正で幅広く解決に至っていくことを願っております。でこういう ADR の、まあ、国際的な問題もそうですが、やはり大事になるのは人材、放送人材の育成というのはとても重要な課題であるということです。最後にこのテーマでお話をさせていただきたいと思っております。2023年3月24日に第二東京弁護士会会長の声明文が発表されています。いわゆる司法修習期間中に給与または修習給付金を受け取ることができなかった谷間世代に対する一律給付の実現を求めるという要望内容でございます。まずは政府参考人にお伺いします。まあ、こういった不公平な状況が
ずっと改善されずに放置をされています。谷間世代の方々は本来放送人材として国から公的に受ける支援が受けれない状態で、今なお不公平な扱いを受けて経済的な負担にも苦しまれている状況です。なぜこういった谷間世代に対してこういう要望が上がっているにもかかわらず、いまだ谷間世代の給付実現しないんでしょうか。竹内司法法制部長。お答えいたします。委員ご指摘のような対応性の対象となりました新65期から第70期までの司法修習生につきましては、旧65期までの給付制の下の司法修習生や修習給付金制度の対象となる第71期以降の修習生と比較いたしますと、経済的な支援策としてその内容に違いがあるということは認識をしておりまして、この新第65期から70期までの修習生について、いわゆる谷間の世代というふうに言われているものと承知をしております。最も対応性を含む各支援制度でございますが、いずれもその時々の司法修習生の規模ですとか、我が国の財政状況等の事情を考慮しつつ、司法修習生が修習期間中の生活の基盤を確保して、修習に専念できるようにし、修習の実効性を確保するための方策の一つとして採用されたものでございまして、いずれも合理的な内容と理解をしております。したがいまして、司法修習生となった時期によりまして、結果としてその時々の法律に基づいて実施された経済的支援の内容が異なるからといいまして、それが不合理または不公平な差異となるものではないと考えております。山田勝彦君。いや、今の答弁で誰も納得しないと思うんですよね。国の財政状況なんて、こうやって放送人材で、こういった放送界で、今回の ADR もそうですが、さまざまな紛争を解決しようと、さまざまな志を持って、これから弁護士なり、裁判官なり、そういう人たちに対して、国の財政事情とか、全く関係ないことで、この谷間世代、本当に解決しないといけない。で、私もそうなんですけど、いわゆるロスジェネ世代なんですね。僕はこの谷間世代で大臣にもう聞いてもらいたいんですけど、すごく違和感を覚えるのは、ロスジェネ世代に関しては、就職氷河期に対しては、やっぱり声が大きいので、政府は動くんですよね、そういうところにいろんな支援がなされるようになりました、しかしこの司法修習生に対する谷間世代に対しては、やはり国民的世論がなかなか上がっていないことが理由なのか、こういった不公平感がいまだ放置され続けている状況です。私はこれは国会において大変放置してはいけない問題だと思っております。そんな中、実は国会でも動きがあって、この、声明の中に書いてあるんですが、こういった国会議員の多くのメッセージが寄せられていると、この谷間世代の解決をすべきだということで、でその数が今もうもはや370通を超えていて、過半数を超えている、立法府の多くの国会議員さんが、この問題を応援している、これはおそらく今、お座りの与党の自民党の法務委員会の所属の先生方も、おそらくこの応援メッセージの中には含まれている可能性高いと思っております。そこでお聞きしたいんですけれども、法務省の従来の見解は、そういうことでしょう。先生、申し合わせの時間が過ぎておりますので。すみません、分かりました。ごめんなさい、最後に、大臣、一人の政治家として、この問題を早急に解消すべきという決意をいただけないでしょうか。斉藤法務大臣。ちょっと政治家と、一政治家として、この場で答弁するのは、ちょっとできないんですけど、法務大臣としてですね、出席をさせていただいているので、法務大臣としての考えは組織としてここで答弁させていただいているので、先ほど来答弁させていただいた通りでございます。はい、はい、時間がまいりました。ありがとうございました。